警視庁捜査一課の刑事は全部で45人、7人ずつ7つの班を作っている。私はそのどれにも属さない8番目の刑事エイトマンである。ロボットになった今でもエイトマンは優秀な腕利きの刑事なのだ。この秘密は田中捜査課長だけが知っている。ここはギャング連合の基地フェリューシャン島。小高い丘の上に黒いマントの裾を翻して立つ男があった。鋭い顔立ちと人の心を射抜くような激しい目の光はまさしくデーモン博士である。エイトマン、エイトマン、いよいよ貴様を倒す時が来たぞ。このデーモン博士が心血を注いで完成した新兵器を使ってな。デーモン博士は眼下にうずくまる異様な物体を見下ろした。エアジェット推進を持ち超音速で走るスーパー戦車サラマンダーだ。エイトマンごときコッパみじんに打ち砕いてみせるわ。ゼロにもカスター、サラマンダーに乗り込む用意はよいか。はい、デーモン博士、準備は OK です。よし、お前たち二人はこのスーパー戦車サラマンダーのすごい性能をフルに生かして憎いエイトマンをぶちのめすんだ。よいな。はい、デーモン博士。その前にサラマンダーのテストを行う。厚さ20メートルのコンクリートの壁を10枚続けてぶち破るんだ。さあ行け。お、実験開始。最初の壁だ。思った通りの凄まじい威力だ。エイトマンよ、いよいよデーモン博士がサラマンダーを引き下げて貴様に会いに行くぞ。ここはおなじみの東探偵事務所。ちょっとちょっと一郎君、いくらなんでもそんなにラーメンを食べるとお腹壊しちゃうわよ。うう、やったぞ、ラーメン7杯新記録。うう、嫌な子。あら、東さんが帰ってきたのかしら。あ、東探偵は留守か。でも博士、しばらくだったな。幸子、お前にちと用がある。一緒に来い。嫌です、帰ってください。さあ。いやいやいや、
ぼや引っ込んでいた方が身のためだぞ。何ぼやだって、うぅ、ぼやかどうか目に物見せてやる。うわぁ、あ、一郎くん。このステッキは衝撃棒というもんだ。触るとショックでこうなる。誰か来て、誰か。あ、田中課長だが。何、幸子さんがデーモン博士にさらわれた。よし、任せておけ。パトカーで追跡だ。追ってきたな、うるさいやつだね。こちらはデーモン博士だ。サラマンダーに次ぐ追跡中のパトカーを始末せよ。あ、あれなんだ、あ、怪物だ。あ、医療者がやられた。直ちに応戦しろ。撃て撃て。ああ、ダメだ、弾を鼻が開いてしまう。どうだサラマンダーの威力は。デーモン博士は幸子を連れあっという間に闇に消え去っていった。一方、東探偵事務所では、お、おい一郎君、どうしたんだ。デーモン博士が幸子さんを。何、デーモン博士が。デーモン博士がまた私の前に現れた。幸子さんを連れ去ったのは明らかに私を誘い出す罠だ。だが私は戦うぞ。デーモン博士の誘いの電波、よし、行くぞ。デーモン博士は巨大なマンモスダムの上に気を失った幸子を横たえ、エイトマンを待ち構えていた。あ、エイトマンやってこい、早く現れろ。だがその時が貴様の最後だぞ。おお、現れたな、エイトマン。デーモン博士、あなたほどの大科学者がなぜこんな卑劣な真似をするんだ。うるさい、私は科学の鬼だ。さあ、わしと戦え、エイトマン。あなたはもう老人だ。どうやってこの私と戦う気だ。それは、これだ。お、これは、スーパー戦車サラマンダーだ。サラマンダーはものすごい速さで襲いかかると、エイトマンを吹き飛ばした。見たか、エイトマン。ものすごいスピード。お、また来る。このくらいでエイトマンは参らないぞ。デーモン博士、勝負はこれからだ。そろそろ料理してやる。サラマンダーが息をエイトマンに向けて目にも止まらぬ速さで火炎を吹いたのだ。ものすごいスピード。練習するのがやっきりでした。炎に包まれたエイトマンは真っ逆さまに墜落し、ダムの水面に飲まれてしまった。ついに勝ったぞ、エイトマン。やはりわしの勝ちだ。まだだ、勝負はこれからだ。ロケットのように踊り出したエイトマンはサラマンダーめがけて踊りかかり、レーダー装置を撃ち抜いた。うわ、ここサラマンダーが来るか。あ、サラマンダーが、ん、こっちへ転落してる。あれ、エイトマン、サラマンダーはどうなったの。ダムに激突したんだが、ものすごい水が溢れ出てサラマンダーを巻き込んでしまった。もう影も形もない。あれが科学を悪用する者の最後だ。
今は